はい、ってなわけでウビーです。今日はですね、ゴールドコースト空港ではなく、またブリスベン空港の方に来ております。ちょくちょくね、こっちに来ることも最近はあります。まあ便の関係ですね。で、今日もオーストラリアに新しいウェピーファミリーが到着してくれました。どうもいやね、いつもね、みんながみんなね、動画に協力してもらっているってわけではないけどね、いいですよって言ってくれたんで、ちょっと甘えて撮らせていただいて、ちょうどね、さっきね、荷物の話しよったんね、はい、うん、で、みんな動画見よったら、すごい少なく来るで、ね、いや、だって、いや、え、総体何キロ？40キロ、およ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 、何を厳選するのが曲です。やっぱそうだよね、おしゃれだもんね、見ててわかるけど、服とかも、うん、うん、うん、これ全部服？あ、大体こういう服です。あー、なるほどね。チェック、検査どうだった？何も開けられなかった。おお、ラッキー、ラッキー、ラッキーですか？うん、いや、厳しい時は厳しいんだよ、全部開けられてみたいな。そう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 、ラッキー。あ、よかったね。うん、うん、うん、すごいスムーズで。じゃあ今日はね、これからゴールドコースに向かって、まあいろいろサポートしていきますので、行きましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、ってなわけでね、サーファーズパラダイスに着きました。はいなんか観光で下見に来られたということで、はい、また戻ってきたってこと、はい、感じで、はい、懐かしいですか？懐かしいです ね、この雰囲気、幸せです。幸せね、またこれって思またこれね、はい、よかったね。はい、じゃあ今からとりあえず日本円いくらかあるってことなんで、それを換金しに行きます。さあ、無事換金と携帯ね、つながりましたね。サクッと早かったね。はい、ありがとうございます。ああ、英語全然わからない。英語全然わからなかった。はい、ありがとうございます。これからっすよ。はい、わ、はい、かりました。ちょっと今日は時間があるので、海でも眺め行きますか。はい、イエーイ。綺麗だ。どう、久しぶりの海は。なんか素敵ですね、相変わらず。素敵だよね、相変わらず。はい、無事順調に進んでおりまして、今ね、銀行口座も作ってき、たところでございます、ということですね。どうだった銀行？いや、そう、担当の方が日本語話せるかとね、めちゃめちゃ安心してそうだね、しかも早い最高ですね。サクッとね、これでもうお金も預けたし、給料が振り込まれる、はい、場所ができたと。安心です。土台が、ね、土台整いました。はい、じゃあ今からね、ホテルに向かいましょう。はいというわけで、今ね、ウェピーレクチャーがしっかりと終わってですね、旅立てる状態になったんですけれども、ちょっと伺ってみましょう。じゃん、ということで。そうですね、今日1日通して、うん、いただいて、ワーホリの生活の基盤となる最初のスタート部分がもう1日で全部終わるってすごく魅力的だなって思って、うん、でしかもめちゃめちゃスピーディーだったり、うんうん、すごくおすすめしてくれちゃったありがとうございます。ちょっと最後なんかね、俺が言わせたわけじゃないですよということでね、これからもゴールドコーストでね、ワーホリ楽しんでいただければと思います。じゃねー。自力で切り開くワーホリ。